どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室、ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん、音楽始めよう。今日のテーマソングはね、まさに今日歌いたい曲です。今日はね、父の日ですよ、皆さん。お父さんに感謝の言葉を伝えましたか？はい、私もこれから電話しようと思ってるんですけど、はい、そんな時にね、ワンフレーズ歌いたい。そんな感じで今日から捉えてみました。はい、これ、ドン！ありがとう。井上陽水&奥田民生さんのあのかっちょいいロックナンバー、これね結構簡単アレンジしてますんで、これを思いっきりありがとうと歌で伝えましょう。言葉で言うのも恥ずかしいですからね。はい、このねウクレレでガズレレ流でやってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン。後半はそこにリズムとちょっとコードも加えたかっこいいバージョンをやります。2バージョン最後までご覧ください。これで4つ弾きでもドーンとストレートにね、お届けするのがいいと思います。やりましょう。音楽ね聞くのもいいけどやるの最高。しかもプレゼントする気持ちを伝えるとかも最高です。ぜひ皆さん始めましょうと私はいつもガズレレで言ってるんですけど、なかなかね、私楽器やりたいけど無理だと思いますとかです、楽器をチャレンジしたことあるんだけど挫折しましたという方多いんですけど、安心してください。今 ご覧になってくださってるガズレレを見てるだけでどんどん弾き語りができるようになります。ガズレレではですね、そのような方が、楽器触ったこともない方がね、あれよあれよと弾き語りができるプログラム、プログラムがございまして、それを見てね、今世界中の方がですね、ウクレレで弾き語り始めてます。皆さんも始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクあるんですけど、このリンク先に行って上から順番に動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間ですからね。やりましょう。いってらっしゃい。クリック行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆるジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1200曲。もう1300ぐらいになるかな。ほぼ毎日アップロードしてるんで、どんどんやりましょう。どんな音楽があるか。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏メロ、歌謡曲、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、もう大体世の中の曲をウクレレで簡単に弾けるように日々アレンジしています。でね、簡単版ができた後、かっこいい版もね、その後つけてるんで、どんどん上に行きましょう。さあ皆さん、心を込めて伝えたい曲、今日はこれいきますよ。ありがとう、井上陽水&奥田民生さん、シンプル簡単バージョンガズレレ流やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ありがとう、毎度ありがとう。強い人、弱い人、男の人、女の人、目立つ人、地味な人、みんなみんなありがとう。せーの、じゃかじゃん。ありがとう、井上陽水と奥田民生さんのあの軽快なロックナンバー、これ父の日にどうですか。ドーンと心をお伝えする、シンプル4つ弾きでも十分伝わると思います。大いにやっていきましょう。もちろん今のはねガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンですので、フルでやりたい方、コード進行一緒ですからね、こう2番とかこう書き足してフルバージョンでやってみてください。これね面白いですよね。この3ブロックで曲が進行してたりとかね、なかなかこの面白いなという感じで、ビートルズの匂いがすごいプンプンするなとかいろいろ思うんですけど、元気になれるやつですから大いに歌っていきましょう。でね、あとフルでやりたい方は自分でどんどん
の楽譜書いてくださいって言ったんですけど、動画、今へのシンプル簡単バージョン、動画と一緒になんとかできたよという方も、やっぱ紙に書いて、ご自身だけでやっぱ見るのね。だってお父さんに歌うの YouTube 見ながらじゃね、やっぱ紙に書いていずれ覚えたいけど、今日の今日なんでね。まあでも書いて覚えるのがいいと思います。それでね、いつもそれを書くと参考になるように、私のこのガズのノートをこうやって写してるんですけど、なんと今このガズクラブという新しいサービスが始まりまして、毎月クラブ会員費660円をいただいて、ガズのこの最新楽譜ノートが、データとして皆さん毎月5曲、皆さんのお手元にデータで、ダウンロードできるというサービスが始まっております。で、これデータ5曲の他にも、そのガズクラブの中で限定イベントとか、SNS でいろいろ質問したりとか、いろいろこうごちゃごちゃ面白いこれからの未来を作っていこうみたいなことやってるんで、ガズクラブ会員募集中よろしくお願いします。さあ、そういうわけで移していきましょう。はい。移しますが、ですね、いつも言ってることなんですけど、この下にくるっと囲ってるやつはかっこいいバージョンで使うコードなんで、シンプル簡単バージョンとかっこいいバージョンでコードちょっと違ってきますということを、覚えておいてくださいということです。で、ここはちょっとね、C 最初書いてあるんですけど、後のかっこいいバージョンでやるんで、これ後でちょっと解説します。こんな感じです。いきなりありがとうとこう始まるというね。はい。行ってみましょう。書いてみましょう。はい。で、これね、結構こう見てもらうと分かるんですけど、これ3ブロックで進行していくんですよ。これだから、今日この1行で6ブロックあります。1、2、3、4、5、6ね。はい。この辺がこの曲の特徴かなと思います。はい。で、このガズのノートの特徴、この点でリズムを測っているところがありますんで、これちょっと参考になるかなというふうに思います。ちょっと読みづれーなーと思った方は、もちろん動画のテロップを一時停止して書いていくのもいいと思います。この辺もね、ワンブロック、かっこいいバージョンではワンブロック4回弾くということで、これももし、初心者さんでもこのぐらいできますからね、かっこいいバージョンを見てもらってできそうだったらどんどんやってみましょう。はい。じゃあ、ここから。B メロ。B メロってなんかこう、キュンとくる感じ。強い人、弱い人、この辺のね、感じがね、いいですね。そんでまた、ありがとうサビも。これもエンディング、一番最後のサビを引っ付けたというふうに、ガゼルアレンジになっております。はい。ここにね、矢印が、これはね、後で解説しますけどね。まあ、コード進行もこんな風に変わってますよということでございます。さあ、見てみましょう。出てくるコード。結構いっぱいあるなと思うんですけど、この赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンで使うんで、今は隠しておきましょう。はい。いきます。C、A マイナー、A7、F、D マイナー、D7、G7 ということです。コード1、2、3、4、5、6、7個のコードでやったんですけど、これね、安心してください。これね、超入門コードのグループなんですよ。ガズレレではもうこれはもう本当に簡単入門コード、これ。ガズレレ必須コードです。これいつも出てくるんですけど、このガズレレ必須コードって一体何って説明しますとですね。ウクレレで音楽始めようと思った方が一番最初に覚えてもらいたいコードのグループです。コードって本当は何十万個、何百万個、もう星の数ほどあるんですけど、全部覚えるのか、どうするって、それはね、一回忘れてください。まずは超基本のコード。このガズレレ必須コード10個。覚えてください。そうしたらですね、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルでやっている1200曲以上のレッスン動画、ほぼ8割、9割もっとかな、できると思います。夢のようなコードのグループです。まずこれを取っかかりにいろいろ音楽を知っていくということで、でも10個もあるのとか思うでしょ ?1 個ずつ見たら、これも1個のコードだ。これも1個、これも1個みたいな感じで、1個ずつ見たら簡単。だけど簡単なの10個いっぺんにね、やっぱり覚えられないんですよ。頭ごちゃごちゃになっちゃって。そこで、私がめちゃくちゃわかりやすい動画で解説してます。このリンク。ここ行ってガズレレ必須コードはマスターしてください。この動画見るだけで、ほいほいと覚えられます。はい。今回はそのガズレレ必須コード7個でやりました。はい。じゃあ、ここから、どんどん行きます。かっこいいバージョンでやるんですけど、ちょっと待って。その前にですね、この曲に関してはですね、4つ弾きでゆっくりでも本当にいいですからね。ありがとう。もうほんと、4つ弾きでも十分なんですけど、やっぱこれはロックですから、やっぱ、奥田民生さんと井上陽水ですからね、やっぱりこう、ビートを聞かせたいということで、かっこいいバージョンいきたいと。まずね、かっこいいバージョンはちょっとリズムがやっぱりポイントになるんですけど、コード、かっこいいバージョンで出てくるコード2つ追加されます。Gm7。これ、解説しますと、押さえる場所はね、ここと、こことここです。で、ここ2つこうやってギュッと反らせてちょいとやるという。なんですけど、これね、これ反れないっていう方がいるんで、その方はね、Gm というコードでも全然 OK です。Gm。これとこれ、似てるんですよ。ね、これを入れてみます。で、これすらも難しい方は、G7 でいいです。これね、結構面白いです。ちょっとやってみると、最初の A メロです。微笑んでくれて、どうもありがとう。次ね、プレゼントくれて、どうもありがとう。ちょっとだけニュアンスが変わるんですよ。これ難しかったら G7 でもここいいと思うんですけど、まあそれでもね、Gm7 か Gm でやると、またちょっとこう、原曲に近いムードが出るんでやっていきましょうということです。そしてあともう一個ね、これたまに出てくるおしゃれで響きがいいコードやります。G シャープ星です。一箇所ね、
ここで出てくるサビの前、サビっていうか、B メロの一番最後のところで、押さえる場所確認しておきましょう。押さえる場所は、ここと3、1弦の3、C のところと、ここと、ここです。この3つをこんな風に押さえるのがいいと思う。人差し指が3弦、中指が1弦、2弦が薬指。4弦を弾きます。いいでしょ、これ。この響きは結構いいです。ちょっと押さえづらいけど、ちょっとそこらやってほしい。みんな、みんな、ありがとう。ここの、この響きいいですよね。はい。ちょっとね、パッと押さえづらいかもしれないんですけど、チャレンジしてみましょう。ちなみに、よもやま話で、この形のまま1個こっちにずらすと、G というコードになります。はい。G をこのまま1個ずらしたのが G シャープ星。ちなみにこの星っていうのは、この今ご覧になってくださってるガズレレ限定の表記で、他のところでこの星とか言っても全く通用しないんで、コードネームもよくわかんないんで、ちょっとこう気にしといてねというマークの、私が勝手につけてるやつなんでね、そこはご確認をお願いいたします。はい。そしてはリズムに入っていこうと思うんです。基本的にはこれでいきます。はい、ドン。8ビートのチャというリズムです。こんな感じですね。こんな感じで、ワンブロックにほら4つ書いてあるでしょ。これもポイントです。ちょっとやってみよう。微笑んでくれてどうもありがとう。ドンドン、この FG7、 ここかっこいいですよね。プレゼントくれてどうもありがとう。こんな感じですね。はい。8ビートのチャ。で、これはですね、迷ったのは、これ、バッバッバッってカッティングで止めるのもすごいかっこいいと思ってたんですよ。ちょっと聞いててくださいね。微笑んでくれて、どうもありがとう。これ、ダッダーっていうのもかっこいいと思ったんだけど、ちょっとカッティングで難しいのと、8ビートの方がやっぱりグルーブが出るんで、8ビートのチャでやってみようと思います。さあ、8ビートのチャ、ここにリンクを貼っています。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画を見て、リズムはストロークっていうんですけどね、マスターしていきましょう。で、このストロークっていうのをやったことない方は、そのね、ちょっと上の方にあるね、8ビートというリズムが超基本になってますね。まずは8ビートでやってみてください。8ビートっていうのはこうです。チャが入るとこれね、ドラムのトンパッとスッとパッ、これが再現されております。8ビートと8ビートのチャ、まあ仲間内ですから、はい、まずは8ビートからやってみましょうということでございます。はい。そして曲の中でこのマーク出てきますよ。このマーク、この矢印のマークはシンコペーションという、ま、いう合図で、このリズムが前にね、スコーンと食い込んでくるという一箇所、これがでも結構ね、肝心な、結構なポイントになってるんで、やろうと思うんですけど、どんな感じか、ちょっと B メロで出てきます。強い人よ、ない人、男の次、女の人。これかっこいいでしょ。女の人。A マイナーの前に矢印が来てる。スコーンと前に入ってくる。もう一回。男の人、女の人。ここ、一箇所、この矢印マーク、シンコペーション。ここまで決めるとか気持ちがいいですよ。言葉に合ってるからね。入れてみましょうと。でね、あともう一個、これはまあチャレンジ企画というかなんですけど、これ別に、私がね、なんとなくかっこいいかなと思って、結構イントロが、曲のリズムに入る前に、原曲というか聞いてみるとですね、このニュアンスがあって、この、最初のイントロのサビなんですけど、その前に C でですね、3連でちょっとストロークを入れるのはどうかなと思ったんです。ちょっと見本を示してみます。1、2、3、4。C で伸ばしといて、タタ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 タ、ちょっとできそうだなという方はやってみる。これは別になんというかそんなに重要ではないですけど、僕のテンションを上げるためにこれいいかなと思って。あーってやりたくなっちゃったんですね。タタ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 タ。3連で取る。タタ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 タ曲入る前にちょっとテンションが、まあ、ガズ的には上がったんで、まあ、もしこれ挑戦したければゆっくりやってみましょう。タタ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 。はい。3連の C、ストロークを C でちょっと入れてみようということでチャレンジしてみます。ということでこの曲はやっぱり基本的にはシンプルストレート、心をそのままストーンとこう届けるみたいなね、ありがとうみたいな、やっぱその心持ちがね、伝わるのが大事だと思うんですけど、ちょっとやっぱ決めとか入れてね、あとこうメリハリつけて、やっていくのがいいと。B メロでちょっとキュンとするより B メロがね結構やっぱりかっこいいんですよね。はい。感謝の気持ちとともに、誰かにこうお届けできるといいかもしれませんね。じゃあやってみましょう。ありがとう井上陽水&奥田民生さん、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。1、2、3、4。
余計なものはいらない、ただこの感謝の気持ちをドーンと届けるっていうのは曲の感じにもよく出てるかなと思います。やっぱそれを感じながら気持ちを伝えるという意味でこの曲を演奏してみるのはまたいいと思います。でね、やっぱ早くなんないどっしりした感じ、もう こういう心でありがとうとこう言いたいやつですね。皆さんどんどん楽しんでいきましょう。ありがとうございます。この楽しさぜひ皆さん他の周りの方にもね、お友達とかお仲間同僚家族に、お隣近所ってもいいかもしれない、お伝えください。このガズレレもねぜひご活用ください。いいねとかチャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いいたします。それでは最新情報なんですけど、この赤い本がリリースされまして皆さん楽しんでいるということでものすごい情報が入ってきてます。これよかったら Amazon のレビューとかね、いろいろレビューかけるんでよかったよとか書いてもらえると嬉しいです。これはね100曲入ってますんでね、もう皆さんこれ Amazon とかで本屋さんとか楽器屋さんとかでぜひぜひゲットしてください。ありがとうございます。そしてこの今使ってるガズのウクレレ、再予約販売したんですけど、あっという間にまた完売しまして、でもですねセミオーダーとかまた次のオーダーもすぐに用意しますので、もう少々お待ちください。でご注文いただいている方もうちょっとお待ちください。ありがとうございます。よろしくお願いします。さっきもちょっとお伝えしましたけど、このガズの書いてるこの、ノートのね、データが毎月5曲ゲットできるというこのガズクラブというサービスが、まあ、始まっておりまして、この楽譜が取れるだけじゃなくてその中でね、クラブ員限定のオンラインイベントとか、非公開のフェイスブックグループがそこで今朝もめちゃくちゃいろんなやり取りとかしてね、結構面白いんですよ。ぜひ皆さん参加してください。その次のねオンラインクラブ限定イベントは7月4日の午後2時から、やりますんでね、今からでもそれ間に合いますからよろしくお願いします。あとねいろいろありますよ。これいつもねご紹介してるんだけど、あ、この今私がかぶってるキャップとか T シャツ、あとはこのストラップ、これは前半に小杖さんが使ってるストラップで、最近では新しい方法としてはこのここにこういうのもついてるんですけど、これでこうウクレレ掃除できるという言葉で発見されました。あとはこれ絶好調なのがこれがですね、皆さんちょっとコロナがね開けてきたんで、このリュックサックを持って、ここコンサートウクレレが入るウクレレケースです。ここにガズレレのプリントがあって、これ中も結構広くて楽器用の分厚い仕上げになっております。これ中も、ね、ちゃんと傷がつかないようになってて、で中にポーチが2つ入ってて、譜面台とかチューナーも入るポーチがあって、これマジックテープでもう脱着可能、スペースもこう流行利用できます。そしてこれでっかい旅行カバーにもなりますんでね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。あとはガズレシピ、アプリがあります。これも、今月中には多分曲がまた追加になると思いますので、これ皆さんのスマホや、タブレットにインストールしておいてください。そんな感じでですね、もう盛りだくさん、このガズレレ .com にも大体最新情報書いてますんでね、よろしくお願いいたします。はい、皆さんそしたらこのウクレレ、ガズレレで音楽楽しんでくださいませ。またガズレレ YouTube でお会いしましょう。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。